彼、吉勝が作るロックにですね、僕ジュリーが手話と歌を乗せてお届けするという形で表現してます。で、まあ、なんでそういう形になったかっていうと、なんか自分自身ね、こう歌をずっと続けていく覚悟はありますけれども、なんかその中で自分にしかできないことというか、自分にできることはないかなと思って、そのロックの力を使ってですね、手話のその面白さとかかっこよさっていうのを今日ここに集まってくれたみんなにですね、伝えていくことができたらと思ってるんで、今日のステージ見て一つでも二つでも手話を覚えて帰ってください。よろしくお願いします。でですね、もう GPS 早いもんで、ちょうど1年前ぐらいでね、出させていただいて1年経ったんですが、昨年にはいなかった新メンバーが加入しました。誰だか分かりますか？ボン DJ バンドラ君、アクション。生き別れたパンドラ君がね、ちょっと僕が頑張ってお金を貯めてね、中国から船便で帰ってきました。こんな木箱に入ってね、暑がりだからちょっと大変だよね。そうですね、昨日も小学校にですね行って、小学校の全校児童と一緒に手話歌をやったりしたんですけど、もう最近もっぱらこいつの人気がこう急上昇でですね、上に上がってですね、僕はこいつのマネージャーかっていうね。うんうんじゃないよお前、バカ。笑ってんじゃないよ。これね、パンドラ君手話ができるので、みんなね、パンドラ君とこう会話をするために手話をね、覚えていただけたらなと思ってます。じゃあ一個ね、パンドラ君手話をみんなにレクチャーしてみようか。大丈夫？あ、次の曲の手話ね、やってみようか。じゃあパンドラ君、晴れるって手話を歌ってる？あーってね。空って手話は？あ、そうだね。バイバイ、さよならって手話は？これですね、3つとも全部パーでできます。こうやってやると晴れですね。で、空、こう上を撫でてあげると空になります。景色とか空って意味で、手を細かく振るとバイバイです。で、次にやる曲は晴れるよって曲なんですけど、その雨雲に向かって手を振れば明日きっと晴れるよっていう、そういう曲です。で、3月11日以降いろんな気持ちをみんな抱えてると思うんですが、なんかね、そういう歌を歌わなきゃ今はいけないんじゃないかということで作りました。よかったらね、サビで手を振るだけで手話になるんで、みんなでこのライブハウス、今ちょっと外は大荒れですけど、思いっきりここ晴らしましょう。晴らしましょう、歌ってる今、晴れるように頑張りましょう。いいですか？それじゃあ、聴いてください。晴れるよ。Thank you.
の姿君へ僕の気持ちわかるはずはないと言われた僕の気持ち君にはわかってほしい ありがとう。